当にお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、変わりました。本当に変わりました。今ね、渋谷駅で大年次が流れて。見に行きました。最初は母校のモード学園にお邪魔しようかなと。じゃあ、行きましょう。大阪モンド学園です。リンド東京のスタリストを着ている岸田智美です。お願いします。大阪モンド学園2年生の矢口葵です。お願いします。私は前のサロンから一緒で、前のサロンで専属させてもらってて、そのままスタイリストになってリンド東京までついてきたって感じです。私は高校生の時にみゆさんに憧れてモンド学園に入りました。すごいキラキラしてる美容師さんがおるんやと思って、めっちゃ嬉しい、ね、え初めて会ったのはいつですか。高校3年生の時です。私はカラーリングしようかってなって、はい、その時の感想は、いやもうドキドキして覚えてないぐらい緊張しました。バイトもゴリゴリやってました。何のバイトやってたんですか。全部やりました。全部本当に、はい、アパレルとかもやったし、工場とかもやったし。なぜいろんな職業を見てみたくて。お願いします。はい、じゃあ行きましょう。あ、こんにちは、お久しぶりです。あ、大先生どうぞ。はい、よろしくお願いします。最近用語やな。何そんな怪しい関係の入学の当初のイメージ。そうですね、第一印象はいわゆる綺麗なグループの一人としておりまして、やっぱそのグループがそうなんですよ。そこからまあ授業が始まったりしましてですね、クラスが40人弱いましたので、まあいろいろな楽しいこと以外もありまして、はい、そうなんです。人間関係とかね、彼女の親友がいるんですけど、まあその子がちょっとトラブルに巻き込まれて、その時に池上様が烈火のごとく怒りました。何をしてくれてんねん私のこの子にみたいな感じで、それまでの温厚なずっと笑ってる池上さんのイメージから、私もびっくりするぐらいの友達を守る友情というか、なんて熱い子だと思いまして、もう私の印象そこで止まってるんですよね。技術はもう例えばワインディングとかでもこうですよって言ったら入ってすぐに、結構優等生な、もう優等生の中の優等生業界に出てもうそのまま売れたっていう。在学中から被ってる。被ってます、みゆさんと。しかも甲斐先生担任です。そうなんです。あ、そうなんですか。はい、みゆさんだみたいな感じですかね。って感じに見られてるなっていうのは気づいてました。全然知らないです。今在学中ですよね。はい。寝てた今。まさか。彼女は自分で交渉して、うち基本的に業務委託なので取ってないですね。基本的にもあんま来ないんですけど、はい、来ても断るんですけど、ずっと通ってくれてるし、すごい熱い思いもあって、じゃあ一回来てみてって今一週間来てもらってるんですけど。頑張れ。頑張れ、あーちゃん。みゆさんのところで働きたいっていうのもあるし、どんな感じで働いてるのかとか、いろいろ学びたいなと思いました。100点。100点ですね。ありがとうございます。ちなみに11階には何があったんですか。11階は教務室で職員室に委員長してたんで、毎日委員長してたんで、楽しく出てこない。卒業制作100万とかかける100万、はい、美容系のファッションとかグラフィックとかで分かって、そこの頂点を決まって、卒業制作をやります。プロモデル使ってやって、モデルのプロの人は、ね、いつもはスタジオだけどね、今日いっぱいからここでやってる。どうぞどうぞ、よかったです。一番頑張ってたお前のお父さん。昔は大阪城ホールとかでやってたんで、ブースまで全部作るのにお父さんがちょうど大工やったんですよ。お父さん荷物全部持ってきてクオリティが半端ないですよ。前の作品ありますあります。画像なんですけど、すごい。全部髪の毛なんですよ。これ全部髪の毛ですか。はい、なのに 0.5 点差でグランプリ取られんかってんな。そうなんですよね。
マジ悔しすぎて久しぶりにあんだけ泣きました。これで取れないんですか。いやもうねこの時むちゃくちゃレベル高かったんですよ。この10年ぐらいの中で一番レベル高い戦いで敗れたって感じ。すごいクオリティ。これはコンセプトシートっていうんですね。もうあらかじめどういうのを決める。3年でヘアメイク学ぶってうちが一番最初なんですよ。日本で学校できた。それで普通美容学校2年やけど、うちは3年やってて、ただ上手なだけじゃなくて、その考えを持って作れる子を作りたいっていうのがうちの学校の考え方なんで、めんどくさいけどな、コンセプトがあってものを作っていくっていう、その狙いがあってやっていくっていうのができる。あと自分のあのユーカリかアリミノかなんかのグランプリ、どっちやったっけ、ユーカリのグランプリとかも普通みんなグランプリつけたりとかするんですよ。こいつ急に草原みたいなの作り出して草原の中に牛とか置き出して、で急にここにウィーク出てきて2年のグランプリ。どういう狙い。誰もやったことないことしよう。そうそう、ちょっと卒業するんですか。立ち、あ、これも私も作るんだ。あ、私が作ったじゃないですけど、グループで作ったやつ。すごい。これしかない、多分持って帰ってない人。懐かしい。これですか。あ、これそう、私なんですよ。すごい。クリエイティブの授業があるんですか。授業はないんですけど、こういう撮影の授業でクリエイティブをなんかみんな勝手に身につけて、感性を合わせた人たちが集まって、それをみんなでいいとこ取りして作品作っていく。へぇー、次すみません、僕です。久しぶり。手紙見ようです。いや、分かった。毎日見てる。やっぱり。毎日しつこいよ。しつこいよ。この子結構有名や。そうなんですよ。いい人。本当ですか。そうなんです。だってあんなにさ、有名だよ。ポール・スミス来た日だ。私いました、ここに。ポール・スミス来るんですか。あ、そうなんですよ。すごいですよね。当時としてはここで VHS のビデオテープが見えるブラウン管でっていう。今となってはもうオブジェとしてね、シルエットだけの形としては今もいけるかなということで。本土学園がもう宇宙で作ってる。そうです。じゃあこれからも期待してるんでね、頑張ってくださいね。はい、体調だけは気をつけて。はい、今日はありがとうございました。知ってます、有名人です。カミングスーンですから。あ、見てください、ありがとうございます。え、みゆちゃん東京行くわへんね、こっちでやる、ここじゃない、大阪で、はい、怖い25やろ、はい、絶好調やでもさっきも言ったように受賞したことによって次のステップまた行かなあかんって彼女は多分思うと。その思考回路を持ってる子は多分売れる、どんな子でも。多分彼女も私のマネをじゃなくて、みんなが自分のやりたいことを一生懸命やってくださいっていうやつだと思うんで、多分ね。大変や、やりたいことやる。もう遊んでる子とかちょっとみゆちゃんとかでは考えられへんと思う。でもプライベートとか言ってる子いるやん、死ねとか今ピースね、完全に何もあんた練習してへんのに何売れたいとか言ってんのって。で、1日5投稿ストーリーやりたい、今日5つもあげたって。いやいや、もうやるんやったら死ぬほどあげろよって。昔からそのまあ武道したっていうのもあって、うんうん、負けん気強すぎて、はい、すぐ一番になりたいみたいな。全面的にそれ出してたんですね。出してなかったんですけど、うん、レッスンとかも絶対人一番やるし、朝一番に行って夜一番最後に帰るとか。なんかでもなんか周りにはバレたくなかったけど、そんなめっちゃしてるみたいな。なるほどなんかアピールみたいに見られてもあれですよね。そうですそうです。意外とみんななんか器用やからできるやんって思われがちだけど、めっちゃ一人でヒソレンしてるみたいな。それがなかなか結果に結びつかなかった時期もあったんですか。ありました、うん、一生カット落ち続ける。1ヶ月でウィッグ代8万ぐらいいったんですよ、1回切りすぎて。それでも浮かんなくて。アシスタントですよね。 そうです、アシスタントです。6時ぐらいにサロンついてやってたけど、ほぼ記憶ないみたいな。なんか途中らへんから言ってることに意味があるのかなみたいな勘違いしちゃって。モデルの時にお客さんインスタで超集まってたけど、モデルじゃなくなった時に来なくなっちゃって、インスタやってたからインスタでも会いに来てくれるファンの形をやったみたいな感じで、お客さんとなると違うかったんだろうな。そこからまあいろいろ試行錯誤して考えなきゃなってなって、いろいろ考えた結果今につながって。どうも、
番の壁は何でした？集客がやっぱ一番の壁ですね。やっぱり入社してデビューして、それまでモデルをやってっていう期間があったんですけど、そのモデルの時はもうめっちゃ集まってて、で集まっててやったんだけど、まあ、デビューした瞬間やっぱ来なくなっちゃったんですよね。お客さんが正規のお値段になったっていうのもあって来なくなっちゃって、その期間が一番苦しかったですね。デビューしたけどアシスタント一緒するみたいな。もともと美容学生に向けたカラーみたいな。あ、なるほど。いろんな色を使って。そうですそうです。ハイトーンだけど暗髪もやってました。暗髪とかハイトーンとかできること全部しますみたいな。でも定まってなかったんで、でまあその時に、まあ、お客さんとかがハイトーンできる美容師さん東京にしかいないみたいなを言ってたのを聞いて、そこなんだってなって、じゃあハイトーン推しで行ったらいけるなみたいな。でもハイトーンにもう切り替えようってなって、スタッフの頭とか借りて、とりあえずインスタをハイトーン推しにしていって、その時は東京で売れてる人たちがみんな、まあ、ベージュ系とかハイトーン系やってたんで、絶対これいけるなみたいな、なんか確信があって、でもそこでハイトーン推しにしたらやっぱお客さんバズって、そこからまあ女の子の好きな色を自分にしかできないものを作ろうってなって今の感じになったんですけど、だからそれまで本当にいろいろ瞑想して結構考えてやって、めっちゃいいっすね。めっちゃ言われます。感覚でいけるみたいな感じで思われがちなんで、感覚派なんですけど、まあ、感覚だけで多分無理なんで、そこをまあどんだけもうちょっと分析してできるかっていう。お客さんに私が合わせてた感じなんですけど、売れてる美容師さんって提案する美容師さんだなっていうのに気づいて、こっちから提案できるものでみんなが好きなものでやりたい色ってなった時に、明るい色ってなったらそうかなみたいなイメージ、一緒にお仕事してて、仕事上のみゆさんとプライベート上のみゆさんの切り替えがすごいイメージです。バックデム入ったとたんふわーって笑顔になるんですけど、バックデム出た瞬間もキリッて変わります。それがすごいなってめっちゃいつも思います。怖いと思った。はい、多々ありますけどそれでもついていこうと思います。昔からずっと空手してて、9年間ぐらいずっと空手してたんですけど、結構長かった。始めた理由はもうお母さんがコナン君好きで、なんかラメーちゃんみたいにしたくて、自分の身は自分で守ってほしいっていう、まあ、ご親友で初め習わされたみたいな。中3までがっつりやってて、高校とかはもう教える側に行っちゃった。ああ、なるほどなるほど。これはもうギャップすぎますね。ガチっすね。ガチっすよね。妹のです。何年ぶりですか？もう10年ぶりめちゃくちゃ陽気なキャラとかではなかったかもしれない。めっちゃワイワイするの大好きっていうキャラでもなくて、好きなことだけをして生きてきたみたいな。美術とか超好きだったんですけど、そういうのはめっちゃ成績良かったけど、普通の勉強、語教科とか普通でしたね。本当に普通でした。美容を目指したのは専門入ってからで、それまでは本当に何も考えずに生活してて、でまあ高校卒業して短大受けてたんですけど、なんか違うなってなんか自分の中で直感的に思っちゃって、フリーターするつもりで12月の末とかになんかたまたまテレビ見てたら大阪モードの CM が流れて、国家試験全員取得って書いてあって、めっちゃいいじゃんってなって、それまで美容に本当にそんな興味なかったんで、卒業証書と一緒に美容師免許もらえるものだと思ったんですよね。卒業証書と一緒にもらえたら学期ぐらいで、まあ、面接受けて入ったら受けなきゃいけないみたいな。何も知らなかったっていう本当にやばかったんですよ。でも入ってみて、国家資格取った後って、まあ、美容師とか、まあ、ヘアメイクさんとかいろいろあるけど、何になりたいかなってなった時に、自分って美容師だなってなって、そこからなんか美容師目指そうみたいな、美容に目覚めたって感じです。これからの自分の課題とかってある？
記録をこれからまだまだつけていくところというか、ヘアキャンプさんのもカミングスーンとさせていただいて、グランプリ取らせていただいて、本当にまだまだこれからなんで、これからどんどんいろんな記録を出せるようにヘビー頑張っていくっていうところ、美容師としても人としてもいろんな面で記録を出せればなって思ってます。目標とする数字とかってあるんですか？800ぐらいは行きたいです。でも初じゃない？そうなんですよ、まだ誰もこの枠層でやってる人がいないので。いないんですね。ショート軍団。そうなんですよね。ですよね。カラーとかでってなった時にいなくて、そう行きたいんですよね。おはようございます。10月29日にリンド東京梅田店がオープンして、お店の内装的には窓もいっぱいあるんで開放的な感じで、お客さんもリラックスしていただけるかなっていうのと、小さい場所とはちょっと違った感じに、もうちょっとなんか女性らしい感じの雰囲気のお店にしています。カラーサロンなんでカラーブースがドンって、結構お気に入りで、このタイルが可愛くてめっちゃ可愛くて、あ、そうです、もう店内内装をこんな風にしたいって全部言って、あ、そうです、そうです、あ、そうです、でもやらせてもらって本当にありがたいです。今日はどうですか、調子は？頑張りましょうね。今のお仕事は主にはお掃除とか鏡とかを高さ上げたりとかして、お客様が一番可愛く見える状態っていうのを作るのを、まだもうちょっとこれから試行錯誤しながらやったりとか、あとライトももうちょっと付け加わったりするんで、ちょっと下から青なるっていうのは下げたい。そうなんですよ、こうしたいってこと。そうです。なるほどね。なるぐらいですか？はい、大丈夫です。いい色ですね。めっちゃ可愛いです。本当にすごいですね。めっちゃ可愛いです。本当に。いつからみんな早くミュさんでご来店されてるんですか？去年1月とかですね。ぐらいやと思います。去年の1月ぐらい。はい。インスタグラムで可愛い雰囲気の写真を見つけてドキドキしながら来ました。やったことない色とかたくさんやってもらって、オレンジとかピンクとか。いろいろやってもらって、仕事始まったっていうのでちょっと暗くした。はい、ミュウさんは自分を引き出してくれるのがすごいいいなって思って、お任せカラーとかもしてもらってます。前の店舗から、はい。あ、そうです。前の前から。前の前からずっと来てくれてる。へえー。一番最初から今までミュウさん、こう変わったことあります？ずっと可愛いし、いつも全然違うこととか提案してくれたり、30センチぐらい髪切ったんですけど、そうなんですね。それもずっとミュウさんにお願いしたくて、結婚式の日のカラーとか前撮りのカラーも全部お願いしたんで、最近の自分の出来事全部お任せしてる感じ。嬉しい。はい。